それはちょっとした願掛けだ。なぜ驚く必要がある？貴様やはり何か後ろめたいことがある。どうだろう。あまりそんなものをじろじろと見るものじゃない。そうだ、くだらぬものだが、それはそれで人の思いが詰まったもの。盗み見たりはするなよ。それより、なんだお前のそれは。お前は家族と暮らしているのか。家族はどうした。会える時に会っておいた方がいい。さて、私はもう行くが、あまり学園内をうろちょろして怪しげな行動をとるなよ。
なんだ貴様そんなものを持って。は？何の用だ？貴様との話は済んでいるはずだ。いい加減ここから消えろ。ミロ君、この刀に導かれた。お前、ここで戦っていただろう。だったら何だ？あれは私の手がかりだ。あいつらは私が切る。余計なことはするな。それはこっちのセリフだ。すでに何体かオーファンを倒しているだろう。それこそ余計なことだ。まだわからないのか。奴らの思惑通りになってしまうんだぞ。いいからその刀を置いてさっさと学園を去れ。ミロクは手放しちゃいけないってジーが言っていた。だから刀を渡さない。兄上が見つかるまでここも去らない。そんなもの、ここにいるかどうかもわからないだろうが、大体どうやって探す気だ。兄上がここにいると私は聞いた。それにこのペンダント、兄上も同じものを持っている。だからきっと見つかる。それでもいいから学園を去れ。嫌だ。貴様、このままでは大変なことになってしまうと言っているのに。邪魔するな、教授。